抜け毛。最近抜け毛がひどくて、病院に行こうかどうか真剣に悩んでいた。気になりだしたのは、ほんの数ヶ月前。当初は朝起きると、布団に2、二三十本くらいの髪の毛が確認できる程度だったんだけど、この一ヶ月、ひどい時には、一束の髪の毛を握った状態で目を覚ますことがあった。 仕事のストレスで全身が毛だるく、抜け毛もひどいということで、週末になったら病院に行こうと思い立ち、知り合いから紹介してもらった医者に見てもらった。結果は異常なし。毛髪も平均的な状態で、医者からは逆に髪の毛の強さと艶を褒められてしまった。嬉しかった反面、 納得がいかなかった私は、もう少し様子を見てから、もっと大きな病院に行ってみようと思い、その日はもう寝ることにした。翌日、私は目を覚ますと同時に驚愕した。枕を抱いて寝ているんだと思い、目を開けると、そこには、今までとは比べ物にならないほどの、 大量の髪の毛。意識が戻っていくうちに、口の中にも髪の毛が入っていることに気がついて、パニックになりながらも洗面台へと向かった。洗面台で口に入った毛を吐き出し、恐る恐る自分の姿を鏡で見てみる。するとおかしなことに、自分の頭髪はいつもと変わらない。 あれほどの量の髪の毛が抜けたのに、なんでと思い、改めて、布団の髪の毛を見てみると、それは明らかに、長さ、そして髪の質も、自分のとは違う髪の毛だった。ベッドの下。 ベッドに横になる。疲れていたんですぐ熟睡。息苦しくて目が覚める。仰向けに寝ている俺の体に何かが乗っている。というよりも体全体を上から押しつぶされている感覚。目が慣れてきた。横向きに 頭を固定されているせいで、制限されている視界の先に見えたのは、見慣れた机やテレビ台の足。ここは間違いなく俺の部屋だ。そして俺は今、ベッドの下にいる。考えられない状況と身動きが取れないせいでパニックに陥る。しかし声は出ない。 ふと、床に座る人形に目がいった。ミッキーの人形だ。俺のものではない。そう思った瞬間、その人形の手前を人が通った。正確には、足音を立てないように、ベッドに近づく足が見えた。靴を履いている。 唐突に、はっと、目が覚める。俺は普通に、ベッドに寝ていた。それから半年後、付き合って初めての、彼女の誕生日。彼女が好きだという、有名なテーマパークに出かけた。彼女が、ミッキーの人形が欲しいと願ったため、買ってあげた。 いつも以上にはしゃぎ、疲れた俺たちは、俺のアパートに帰る。彼女が床に、ミッキーの人形を置いたとき、ふと、半年前に見た、夢のことを思い出した。不安に駆られた俺は、訳も話さず、彼女の手を取り、急いで、彼女のアパートへと向かった。 次の日、自分の部屋に戻ると、刃物でズタズタに引き裂かれたベッドがあった。数日後、犯人を捕まえたと警察から連絡があった。犯人との関係を聞かれたため、なぜと俺は聞き返した。すると、犯人は、 こう言っているらしい。俺を殺すつもりだったと。階段の上。六年くらい前の夏の日のこと。俺は会社の同僚たちと飲みに行って、帰路に着いたのはもう午前一時を過ぎていた。 俺が住んでいたマンションは、会社からも、皆で飲んでいた飲み屋からも近く、皆がタクシーを拾って帰っていくのを見送ってから、一人で歩いて帰ることにした。夏の夜の暑さとアルコールのせいで、少し気分が悪くなった俺は、近くのビルの非常階段の陰で少し休もうと、ふらふらとビルの方に歩いていった。非常階段は、 よくある螺旋状になったもので、その上がり口には小さな門がついていて、一応鍵がかけてあるようだ。非常階段の下までたどり着いて、少し休んでスッキリとした俺は、非常階段の上の方から、なんだか話し声が聞こえたような気がして、ふと上を見た。その瞬間、話し声が途絶え、 階段の上の方、7階とか8階くらいの高さから、こっちを見下ろす若い女の子の姿が見えた。中学生とか高校生くらいだろうか。一瞬目を疑ったが、こんな時間のオフィスビルに少女がいるというのはどう考えても普通ではない。それに階段入り口の門には鍵がついていた。 なんか嫌な感じがした俺は、上を向いたまま声をかけた。ねえねえ、何やってるのこんな時間に勝手にそんなとこに上がったらダメだよ。少女は、俺の声などは聞こえないとでも言うように、下にいる俺をじっと見下ろしている。やばいなあまさか、 飛び降りたりする気じゃないだろうな。こんなところで、俺の目の前で自殺でもされたら一生トラウマになってしまう。逆恨みされて、後で出てこられても嫌だ。仕方がなく俺は階段を登って上に行こうと思った。思っていた通り、門には鍵がかかっていたが、 門自体が大した高さではないので、よじ登って階段を登り始めた。登りながら上を見上げると、階段の隙間から少女の姿が見える。おい、今行くからさ、ちょっとそこで待っててよ。などと、なるべく軽い調子で話しかけてみたが、相変わらず返答はない。 あとちょっとというところまで来たとき、もう一声かけようと上を見上げると、少女の姿が見えない。まさか、飛び降りたとっさに下を見下ろしたが、人が倒れている様子はないし、第一こんな夜中に人がビルから飛び降りれば、衝撃音が聞こえないということはないはず。 俺は少しパニックになりながらも、いなくなった少女に声をかけながら階段を登り続けた。そして、少女がいた場所まで来て、俺は凍りついた。しおれた花束、タバコ、お線香。やばい、と、とっさに事態を飲み込んだ俺は階段を駆け下り始めた。 降り始めた直後、いきなり後ろから声が聞こえた。確かに女性の声ではあるが、空気漏れしているような声で、何を言っているのかがよくわからない。もちろん、後ろを振り返ることなどできない。俺はガクガク震える足で必死に階段を降りた。カツン。 カツン、カツン、カツン。女性のヒール特有の音が後ろから聞こえてくる。明らかに誰かが階段を降りてくる。俺は耐えられずに上を見上げた。いた。さっきまで俺のことを見下ろしていた少女の姿が、 階段の隙間から見える。そして、靴音のテンポとは裏腹に、もうすぐそこまで来ていた。俺は必死で階段を転がるように折り切って、門に飛びついてよじ登った。その足をぐいっと引っ張られた。とても冷たい手の感触。そして、 ものすごい力だった。俺は絶叫しながら足を必死にバタつかせて何とか振りほどくとそのまま走り出した。後ろの門から一度だけガシャンという衝撃音が聞こえたが、それでおしまいだった。おしまいだと思っていた。とてもではないが、 歩いて帰る記憶はなくなってしまって、俺は駅前まで戻り、タクシーを拾って家まで帰った。マンションの前でタクシーを降りて、エレベーターに乗り込もうとした俺は、見てしまった。ボ,ボタンを押してもいないのに、降りてくるエレベーターの監視カメラに映る、あの少女の姿を。その晩、そのまま、 マンションから逃げ出した俺は、友人の家に転がり込んで一晩を明かした。それからあのビルで少女を見かけることもないし、あの非常階段に近寄りもしなかったが、その日から移動が出て転居するまでの一年間、マンションのエレベーターは絶対に使わなかった。 覚えのないビデオ。A 君は久々に彼女とデートをして、帰りに自分の家に寄ってもらうことにした。家に着き、下駄箱の上に鍵を置こうと、下駄箱に目をやると、ビデオテープが置いてあった。A 君は、下駄箱にビデオテープを置いた記憶もなく、 なんだこれと思いながらも、そのビデオを彼女と一緒に見てみることにした。ビデオを再生してみると、ピエロの格好をした男が映り、怪しげな踊りを踊っている。A 君が、なんだこれと笑いながら彼女を見ると、彼女が泣きながら怯えていた。 A 君はなぜ泣いているのかわからずに、どうしたのなんで泣いてるのと質問をすると彼女はこう答えた。このピエロの男、私の部屋で踊ってるの。 間違いメール。A 君の元にメールが届いた。友人の B 君からだ。まあ確かにそうなんだよ。でも、これからのことを考えるとさ。やっぱ明日、こっそり、毒でも持ってやろうかと思ってさ。まあバレなきゃ大丈夫じゃね。邪魔で。 黒板が見えねえしさ。間違いメールかななんだか意味がわからないけど、気味が悪いメールだ。毒なんて、物騒なこと言うなよ。お前って、そんなこと言うやつだっけ ?A 君は、そう返信した。うわ、悪い。 間違ってお前にメールしちまったわ。今のメールなしなし。いや、国語の専攻いるじゃん。あいつがめっちゃムカついてさ、無駄にガタイよくて黒板が見えねえし。いや、ごめん。気にすんなよな。と、帰ってきた。そんなメールをよそに、気になって仕方がないことがあった。邪魔で、 黒板が見えないし、この文章だ。B 君の前は A 君の席。A 君の前は黒板だ。公園にて。今日は私は息子と公園に遊びに来ている。 一人で楽しそうに砂場で穴を掘っている息子を見ているととても可愛いと思ってしまう。まあ私は親バカなんだろう。息子が一番可愛いと自信を持って言える。バカみたいな話だけどこれは本当の気持ちだ。そう思ってにやけてしまう私は周りから見たら変人に見えてしまうかもな。 息子が砂場に私を呼んだ。どうしたんだ砂場に行ってみると、人が一人入れるくらいの大きな穴と、掘った砂の山ができていた。うわ、すごいな。こんなに掘れたのか。息子を褒めてやると、照れくさそうな顔をして頭をかいた。 一人でやったのか僕しかいないじゃん。あ、<laughs> そうだよな。あ、でも、これはお父さんの真似だよ。真似と聞いて、いろんなことを思い出す。真似されるようなことしたかな真似うん。だってお父さん、昨日お母さんを埋めたじゃん。 息子は、口に笑みを作ってそう言った。死後の願い。父方の祖父と祖母から聞いた。俺の、曾祖,祖父、曾祖,祖母の話なんだけど。何しろ、聞いたのが、 去年の正月だから、うろ覚えになっていてごめん。曹祖,祖父は、九州の漁師で、曹祖,祖母と共に暮らしていた。ある日、曹祖,祖母が、夜中に目を覚ますと、自分の枕元に、白い着物の女性が立っていて、こちらを見て、何かを呟いていたらしい。 なんて言っていたかははっきりとは覚えていない。方言で、見つけてください、だったと思う。曹祖母は恐怖を感じたが、そのまま寝てしまい、翌朝曹祖父にそのことを話したが、夢でも見たんだろう、と一周。いつも通り、海に向かった曹祖父 仕掛けた網を仲間と二人で持ち上げようとするが全く上がらないそれどころか引きずり込まれそうになったという周りにいた仲間が二人の異変に気がつき数人がかりで何とか引き上げてみると白い着物の女性がかかっていた女性一人を持ち上げるために 何人もの男の力がいるなんて。これを見た曾祖母は、曾祖母の話を思い出し、その女の特徴を聞き出すと、ぴったりと一致したそうだ。深夜のエレベーター。 ある夜、A さんの友達の B さんが A さんに呼び出された。すでに深夜1時だったんだけど、暇だったため、B さんは A さんの部屋に行くことにした。A さんの家は、B さんが今いるところから結構近いアパート。B さんはすぐそのアパートについてエレベーターに乗った。 そのアパートのエレベーターは扉のところに窓がついているタイプのものだった。B さんはエレベーターに乗って A さんの部屋がある5階のボタンを押した。その時、小さな男の子がエレベーターに向かって走ってきた。B さんはこんな時間に 子供が一人でいるなんておかしいな、とは思ったけど、あまり深くは考えなかった。エレベーターに乗るのかとずっと待っていたんだけど、男の子は、エレベーターの手前で立ち止まって動かない。いいのかな、と思ったが、早く A さんの部屋に行きたいこともあって、B さんは、 エレベーターを閉めた。エレベーターが5階に向かって動き出した。しかし、その時なぜか、エレベーターは2階で止まった。深夜だから、各階停止になっていたというわけではない。開いた扉の外を見た B さんは、 驚愕した。一階で見たあの男の子が、またエレベーターの前に立っていたんだ。それも、さっきよりも少し近づいたような感じがする。B さんは少し怖くなり、急いで扉を閉め、5階のボタンを押した。だがまた、3階で止まった。 しかもあの男の子が、もうすぐ、自分の目の前まで迫っている。うつむいているため、顔は見えないが、それがまた、恐怖心を煽った。B さんは、無我夢中で扉を閉め、誤解のボタンを押した。次止まったら、絶対にあの子が入ってくる。 B さんは、扉を閉めるボタンを連打した。すると、エレベーターは4階を通過して、何もないまま5階に到着した。よかった、と B さんは思ったが、何かがおかしい。扉が開かないのだ。もうとっくに、 五階にはついているのだが、扉が開く気配がない。そして、窓から外を見た B さんは、見てしまった。あの男の子が、窓の下から、B さんのことを睨んでいたんだ。その時、エレベーターの窓が、思いっきり叩かれた。 男の子の手の跡がくっきりと赤く窓に残された。そしてエレベーターの扉が動いた。B さんが外に出ると、そこにはもう男の子はいなかった。だが、エレベーターの窓に近づいた B さんは、さらなる恐怖を体験することになる。 その男の子の手の跡は、エレベーターの内側からつけられていたのだ。声。中学の頃、学校にも習い事にも行きたくなくて、一日だけぐれてやろうと神社に行ったことがあった。 特に目的はなかったが、気がついたら神社に行っていたんだ。夕方になるまで、ずっと石段に座り続けて、突然、そろそろ帰らなきゃって気持ちになった。早く帰らないと死んじゃうんじゃないかとか考えていた気がする。突然、 早く帰れと焦り出す自分と、まだまだ帰りたくないって、ぐれたい自分の間で言えていたら、灯籠の中に何かがあることに気がついた。野球のボールかなと思い、何気なく近づいたら、それは頭蓋骨。しかも、動物ではない。本当に。 人間と同じような骨。急に怖くなって、急いで帰ろうと、神社から立ち去ろうとしたら、後ろから声が聞こえた。おーって、ものすごい大きな声が。のぶとい男の声で、耳がビリビリするくらいの大声だったのに、三秒くらいで、 気持ち悪いくらい、ピタリと止まった。明らかに、真後ろからの声だったから、後ろを振り向いて、誰かいるのを確認したかった。こういう場面で、振り向いたらダメなんだろうな、と、怖い本なんかの知識で、なんとなく察してはいたけど、俺は好奇心に負けた。 ドキドキしながら振り向いたら、そこには誰もいなかった。中学生ながらも、これはもう帰った方がいいんだ、と気がついてダッシュで帰ったんだ。ようやく家に着いて玄関のドアを開けて、ただいまって、両親も帰っていない玄関に行った瞬間、 また後ろから、うぅと同じ男の声が聞こえたんだ。俺はそれに覆いかぶさるように、うわーっと叫んで、大急ぎで家に入ってドアを閉めた。変なものに目をつけられたんじゃないかと気にはなっていたけど、 この日から今まで、別段変なことは起きていない。あれは一体、何だったのか。雪の夜に見たもの。その日は、朝から雪が降っていました。私と弟は、外で遊びたくて、 うずうずしていましたが、風邪をひくと困るから雪が止むまで待ちなさいという母親の言葉に従い、家の中で一日おとなしく遊んでいました。冬の夕暮れは早いものです。5時といえばもう暗くなってきます。その日雪が止んだのは5時を過ぎていました。 雪が止んだので、私と弟は、外に出たくて、たまらなくなりました。母親から、一時間だけ、という了解をもらって、私たち兄弟は、外に飛び出していきました。薄暗くなっても、世界は、一面の銀世界。降り積もった、真っ白な雪のおかげで、 そんなに暗くは感じません。当時、私たちが住んでいた家は田舎だったので、家の前には田んぼが広がっていて、車も少なかったせいか、道も、田んぼも、何の足跡もなく、ただ真っ白な雪原でした。私たちは嬉しくて、誰も足跡をつけていない田んぼを、 歩き回りました。ふわふわした雪に自分たちだけの足跡がどんどんついていきます。家の前の田んぼはすぐ私たち兄弟の足跡でボコボコになりました。でももっと足跡をつけたくて私たちは道向かいの田んぼの方まで行きました。 道向かいとは言っても、わずか2メートルばかりの狭い道路を挟んでのことですから、家はすぐそこに見えます。そこもやはり真っ白で、何の足跡もついていません。たった一つの街灯が雪の田んぼを青白く輝かせていました。 道から田んぼを見ながら、私たちは足跡で絵を描くことにしました。スマイル君みたいな絵を二人の足跡で描くことにしたんです。どっちがどの部分を担当するか決めた後、私たちは真っ白な田んぼに入って、夢中で足跡をつけました。 頭の中で完成図を想像しながら、足元と自分が通った痕跡だけを確かめながら、夢中で絵を描くことに没頭しました。絵が完成するのに15分もかからなかったと思います。それぞれの担当が終わると、私たちは道に戻り、 出来上がった絵を確かめようとしました。ところがそこで私たち兄弟はおかしなものを見てしまったんです。二人で道に並んで田んぼを見たとき私たちは同時に息を呑みました。それから二人で顔を見合わせもう一度 田んぼを見ました。私たちが足跡で描いた顔の向こうに、着物姿の花嫁さんが立っているんです。白むくの花嫁衣装を着て、日本紙に角隠しをつけた花嫁さんが、青白い雪の田んぼに一人で立っているんです。 私たちがここに来たとき、もちろん、花嫁さんなんていませんでした。それに、その花嫁さんの周りには、私たち兄弟の小さな足跡がついているだけで、花嫁さん自身が歩いてきた足跡はどこにもないんです。頭や肩には少し雪が積もっていて、 口紅だけがやけに赤く見えました。私たちは怖くなり、同時に駆け出しました。家の明かりはすぐそこに見えます。悲鳴のような声を出し玄関に入ると、母親がびっくりして出てきました。 二人で見た出来事を話すと、母親は笑って済ませ、外を確認もしてくれませんでした。高校生になった時、弟と、あの雪の夜の出来事を話す機会がありました。あんなところに、角隠しの花嫁さんが立っているなんて驚いたよね、と私が言うと。 弟は、いや、花嫁衣装は見たけど、首はなかったよ、と答えました。そこで改めて、私はぞっとしたんです。空き巣の代償。これは、 とある奴から聞いた話。今からだいたい十年くらい前、そいつは空き巣をやっていた。で、西日本のある地方都市の郊外にある一軒家に目をつけたんだ。目をつけた理由としては、そこの家主が、おそらくは夜勤の仕事をしていて、夜家が空くのと、 その家の周りは、深夜は閑散として、人通りもないような場所だったから。そこの家主が夜勤に出て行ったのを確認して、家に侵入。金品を物色して、さっさと、トンズラしようって思ってた。そしていざ、金目のものを探すかと思ったとき、何か、 物音がした。何か硬いものを噛んでいるような、カリ、ガリというような音が台所の奥から聞こえてきた。最初はネズミか何かだろうと気にはしていなかったんだが、だんだん音が少し耳につくようになったんで、懐中電灯で照らすと、 そこに、それはいた。真っ黒い、犬みたいな何か。そいつはそれを見て、そう感じたそうだ。ただ犬と違うのは、体の色が、墨で塗りつぶしたような漆黒であったことと、何やらそれが、ぐにゃぐにゃとうごめいていたこと。 しばらく全身が硬直していたが、それの動きが急に止まり、こちらを向いた。実際、目はついていなかったが、睨まれたという感じがあった。その瞬間、冷や汗が滝のように流れ、そいつは急いで、その家から逃げ去った。それで終わればよかったんだけど、 ついてきてしまったのか、そいつの視界の隅に時々それがいたそうだ。ただいるだけで害はないのだが、見るたび形が変わっていて気持ちが悪い。最初は犬のような姿だったのだが、タヌキのようになり猫のようになり、最近では人間の子供のような姿で、 うろうろしている。そしてそれを見るときは、大抵何か物音がする。最初は何か硬いものをかじっているような音だったのだが、最近では何かを食べているような、くちゃくちゃといった音を立てている。 昨日の夕方も、それを視界の隅で捉えたそうだ。釣り橋。夏の終わりに川でキャンプをしに行った時のこと。俺と友達は川辺でバーベキューのセッティングをしていた。 ふと顔を上げると、上流の方に見える吊り橋に人影が見えた。友達も気がついた様子で、あそこスリルがありそうだな、なんて言って笑った時だった。あ、友達がつぶやくようにそう言ったので、視線を戻すと。 さっきまでいたはずの人影が、吊り橋の上から消えていた。何が起きたのかを理解して、数秒固まってしまったが、すぐ我に帰って、他のみんなにも知らせて、警察に通報した。結局それで、キャンプは中止。みんな、家に帰ることになった。しばらく経っても、 あの川で遺体が見つかったという話は聞かない。記憶もおぼろげになり、鳥か何かを見間違えていただけなんじゃないかと思い始め、友達にもそう言ってみたのだが、あれは鳥なんかじゃないと、ひどく怯えた調子で否定された。その様子が、 あまりにも大げさだったんで、訳を聞いてみると。あの人影が、吊り橋から落ちた後、空中でふっと消えたのだという。なんだ、じゃあやっぱり、見間違いだったんじゃないかそういう俺を遮って、友達が口を開く。 あれからあいつ、毎晩、うちのベランダから落ちてるんだ。電波の知らせ。もう何年も前の話だから、曖昧な部分もあるかも。ある日の深夜、唐突に母が。おじいちゃんが亡くなりそうだから、 会いに行こう、と言ってきた。うちは祖父のことを、じいちゃん、という上に、そのじいちゃんは元気だったんで、違和感を感じていたら。どうやら、私が知っているじいちゃんは、ばあちゃんの再婚相手。おじいちゃんっていうのは、母の、実の父、ということらしかった。 当時十代の私、存在知らなかった人のところに行って、どうしたらいいのという状態。それでも、母に連れられて、とりあえずは、母、姉、私、弟で、高速に乗って、遠い病院に。ガリガリに痩せている、記憶にないおじいちゃんを前にオロオロ、おろおろ。 それでも赤ちゃんの頃には会っているらしくて、おじいちゃんは話しかけてくる。それに受け答えしつつ、母はお医者さんに話を聞いたりして、その日は帰宅。しばらくは何度か、おばも一緒に病院に足を運んだが、当時高校生でバイトをしていた姉は、 最初の一回以来はあまり行けずに。そうこうしているうちに、一ヶ月ほどでおじいちゃんは亡くなってしまった。おじいちゃんは身内とほとんど絶縁状態らしく、お見舞いに行っていたうちの身内のみで小さいけどお葬式。その後、母たちが おじいちゃんの兄弟の方に連絡を取り、相談の結果、そちらがお骨を受け取るということに。役所にお骨を預かっていただき、私たち一家は帰宅。その後、いつも通りに過ごして、一週間ほどが経った夜、母と私と弟は、 リビングでテレビを見ていて、姉は部屋にいたのだが、突然姉がリビングに来て、何と言ってくる。母と私と弟が、え、何がと聞き返すと、母さん、メールしたでしょ何と姉は言う。ますます、 わけがわからない母に、姉がメールの画面を見せる。確かに母さんからのメールで、本文は、姉の名前をカタカナで三文字だけ。時刻はついさっき。え、こんなメールしてないんだけど。携帯なんか触ってなかったし、ねえ。 私と弟は確かに数十分は母と一緒にいたが確かに母は携帯を触っていない。証拠にと、母の携帯の送信メール一覧を見てもそんなものはない。その日はなんでだろうね変なの程度で皆流してしまった。 それからさらに一週間ほど、全く同じ状況で、またしても姉に、母からメール。今度の本文は、いつ来るのみ。ここでようやく、母がハッとして、ねえ、ちょっと待って、もしかしたらおじいちゃんと、慌てて役所に電話をかけた。 電話の結果、母の第一声は、おじいちゃん、お骨まだ引き取りに来ていないんだって。結局お骨は、我が家が引き取りに行った。その後は一度、忙しさで、皆が命日を忘れてしまっていたら、母の携帯が、 聞いたことのない着信音で鳴って、番号を調べたら、おじいちゃんが住んでいた地方のものだったとか、そんなことはありました。数年が経った今では、めっきり平和です。姉の携帯にメールが来たのは、もしかしたら、姉が、う孫だったからじゃないでしょうか。 でも、おじいちゃんは私がお見舞いに行くと、姉とごっちゃになっていました。亡くなった後に、私が姉ではないと気がついて、話したくなったのか。ちなみに、我が家は過去にも、電話系の心霊現象を体験しています。その時は、我が家が不在の時間に、我が家の電話から、 祖母の家の留守電に、私たち全員が一家団らんで笑っている声が入っていただけなんですけど、もしかしたら魂が電波に乗りやすい血筋なのかもしれません。反復横飛び。 小学生の時、夜に一度だけ学校に行ったことがある。と言っても、八時くらい。忘れ物を取りにね。夜とは言っても、校内は電気がついているし、職員室には先生もいる。パッと荷物を取って帰ろうと、廊下を歩いていると。廊下のすぐ外にある。 プレハブの倉庫が少し開いていて、中から足音が聞こえる。ステップを踏むような。気になって、廊下を乗り出してみたんだけど、よくは見えない。その時、中の人物が扉を開けた。そしてまた足音が聞こえる。ようやく見えてきた。 小学生ではない。中学生くらいだっただろうか。夢中で、ただひたすら、反復横跳びをしていた。こちらに背中を向けて、息を荒くして。なんだか、見てはいけないものを見てしまった気がして、俺はその場を離れ、鍵を職員室に持って行き、早足で、 家に帰った。先生にはそのことは言わなかった。白いカッターシャツに黒いズボン。これしか記憶にない。なぜ彼はあんな場所で反復横飛びをしていたんだろうか。そもそも彼は普通の人だったんだろうか。 小さい頃の記憶で鮮明に覚えている唯一の体験でした。壁一枚隔てて。4年前の2月、土曜の夜から明け方までチャットで長話をしていた。寝る前に風呂に入ろうとした時、 玄関のドアに何かをぶつけるような音が。うちは公営集合住宅で、住民以外は新聞配達くらいしか考えられなかったが、耳を澄ましても新聞配達の軽快な足音は聞こえない。おかしいとは思ったが、新聞が入っていたので、きっと 新聞屋さんだよね、と納得し、風呂に入って寝た。それから一時間くらいして、救急車の音で目が覚めた。建物のすぐ脇に救急車が止まったので、トイレの窓から覗いてみると、雨の中、止まっている救急車よりも、先に視界に飛び込んできたのは、 窓から斜め下。階段の出口の日差しの上に、うつ伏せに倒れた人の姿。うちは二階で、日差しとの距離は二メートルくらい。雨に濡れたその人は、びっくりとも動かない。踊り場から日差しに降りて、 その人を見た救急隊員はああ、ダメだね。頭に穴開いてるわ。ジャージ姿のその人。その時は性別もわからなかったけど、後日、ご近所さんの親戚の女性であることを知った。5階の踊り場から飛び降りたらしい。 飛び降りたのは朝5時半過ぎだという。玄関のドアに何かが当たったような音は、女性が落ちた衝撃音がドアに伝わった振動だったらしい。私が風呂に入ってくつろいでいたあの時間、彼女は壁一枚隔てたすぐそばに倒れていたのだ。 その後、特に何事もないけど、未だに、風呂やトイレでは、窓を直視できない。もしかしたらそこに、顔が、覗いていたりして、などと、くだらないことを考えてしまうので。友達の遺言。 A と B、二人の高校生がいた。二人は、友達だった。A はどちらかというと、暗い性格で、何事にも消極的だった。友達も B の他にはいなくて、B がいない時はいつも一人で過ごしていた。そんな A は、高校二年生になる頃には、 いじめの標的になっていた。一方で B は正義感が人一,一倍強く、曲がったことは許せない人間だった。少なくとも周りからはそう思われていた。そんな B だったんで、A がいじめられていることを知ったときは当然止めに入った。しかし、 そのことがきっかけで、B も A と一緒に、いじめの対象になってしまった。B は、その正義感のせいで、周りから少し煙たがられていたため、これ見よがしに、B の周りからは人はいなくなり、次第に B は無視をされてしまうようになっていた。そしていじめは、 どんどんエスカレートしていった。そんな生活が続いて、A と B は次第に卒業する日を待ち望むだけになっていた。そんなある日、A は B に言った。僕、日記をつけているんだえ。えその日記の中で、 僕は奴らに仕返しをしているんだ。いつもやられている以上のことを奴らにしているんだ。そうしていると不思議と気が紛れるんだよ。僕は家に帰ってもそればかりしてるんだ。なあ、B。僕はおかしくなってしまったのかな 大丈夫だよ。実は俺も同じことをしてるよ。B は優しく A に笑いかけながらそう言った。そして事件は起きた。B が反抗的な態度を取ったため、いつも以上に長い時間暴行を受けた。 B がぐったりしていることに気がついたいじめのグループは、そのまま A を残して逃げ帰った。A はすぐ救急車を呼んだ。B は病院に運ばれるまでの間。呪ってやる。絶対に呪ってやる。道連れにしてやる。と、 うめき続けていた。B が病院に着くと、すぐ治療が始まったが、すでに内臓が破裂していて、どうにも手がつけられない状態だった。処置室を出てしばらくしてから、B は正気を取り戻した。そして A を呼んで、こう言った。 カバンの中にノートがある。いつか話していた日記だ。誰にも見せたくないから、処分してくれ。それから間もなく、B は意識を失って、二度と目を覚ますことはなかった。A は B のカバンからノートを見つけ出した。 僕だったら見てもいいだろう。そう思い A はノートを開いた。内容は衝撃的だった。B は A が思っていたよりも執念深く陰謙だった。直接いじめをしていた人間だけではなく、B のことを無視した連中のことも書かれていた。 何年何月何日何時何分に誰が無視をしたといった具合に異常なほどの詳しさで書いてあったそして A は後悔した誰にも見せたくないの誰にもは自分自身も入っていたことに気がついたんだノートにはこう書かれていた 全部 A のせいだ。あいつなんか助けなければよかった。A が憎い、憎い、A が憎い、呪ってやる。絶対に A を、許さない。呪いの動揺 鬼がいる。蛇がいる。隣の姉さんは、帰れない。母さん泣いても、どっこでしょう。みたいな動揺、知っている人いるだいぶ前、出張に行った時、ホテルの近くの神社を見物に行ったら、駐車場で遊んでいた、七人くらいの、 古い格好で、身なりの汚い子供たちに、こんな歌を歌われた。はっきりと俺に向かって、何というか、子供とは思えない、嫌な表情をしていた。なんだと思って近づいてみたら、笑いながら、雲の子を散らすように逃げてしまった。次の日、帰りの国道で、突然頭がクラクラして、 意識が遠のき、分離帯を越えて、反対車線の壁に激突。車は大破し、俺は一ヶ月入院した。自損と器物破損だけど、一歩間違えたら死んでた。今思うと、呪いの歌かなんかじゃないのか、と気になって仕方がない。あれは一体何だったんだろう 現場は北関東です。